100点満点のクエストで100点満点狙うなら、それはワンパンでしょう。というわけでね、七部さんに100点満点もらうために、運極ボーナスまで待ちました、待ちました。なかなかね、狙って出そうと思うと出ないね。ただね、スーパーショートカット、今までそんないらねえかなと思ってたけど、すっげえ楽だった。もうね、脳してピコピコしてるだけですぐできた。はい、というわけでね、今回はもうかっきり言います。ワンパン狙いです。弱点出しと弱点露出だけでいけるかわかんないんですけど、まあ、いけると思うんだよね。乗ってないね。そうなんで、今回ガチガチ狙っていきます。あんまりワンパン動画って撮らないんですけど、さっきね、通常攻略を電磁呼んでやって、まあ、SS がね、結構やっぱブリ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 入ったんで、あ、こんだけブリブリ入るんだったら、まあ、ワンパンいけるんじゃねえのっていう、まあ、ちょっと安直な感じですけどね。せっかくなんで狙ってみようと思います。OK! で、このステージ抜けた時点でもう次がボスなんで、あ、この次の次か。サクサクっと勝てればいいなと思っております。あ、ちなみにこのクエスト自体は、デンジの積み得ですね。デンジ積みは積んだだけ楽になります。シンプルズベスト。そしたら、うん。そうだね。今ここで SS 打って抜けちゃってもいいぐらいに場所いいんですけど、ダメかな？あ、ダメだね、これ。うん。そもそもで、敵の反撃モードもらってないからワンパンできねえや、ここ SS 使っても。あ、そしたらアポロちゃんは魔法陣に対応しないで、アポロちゃんは、きっちりがっちり。縦勘で上入れるよね、これ。抜けちゃわねえか、心配だな。横勘の方がいいか？いや、横かもこれ3分になるな。上大丈夫かなこれ。超怖えんだけど。もう、運動待つの嫌なんだけど。よし。あ、あぶねえ。ふう、焦った。で、アポロちゃんはその辺でいいや。そしたら、ミラちゃんか。ミラちゃんは、ミラちゃんは、まあ、この辺でいいか。回復だけして。はい。で、HP レンジ。これでワンパン狙うんで、理想は左下なんだけど、止まれるかな？うわ、右行ったか。まあ、しょうがね。まあまあ、しょうがね。じゃあ、狙っていこう。100点満点が欲しいぜ。とりあえず、ヒーリングパネルは出しといて損ないかな。はい、失敗。お、友情コンボない。あ、でも今のデンジ君の位置も悪くないかも。あ、ちょっと悪いな。ちょっと悪い。よし。で、ミラちゃんは、いや、ミラちゃんが火ダメを食らわなければ、攻撃力上がらないから、ゲージでなんだっけ？ああ、ゲージで、重力で止まれるのか。で、一応ゲージ切って、そこかな？あー、いらんことしたな。結構いっちゃったわ。あー、これ多分ワンパン失敗するかもしんないな。火ダメをもらわなきゃいけないんだけど、ワンチャン行ってみるか。あ、そっか。あ、俺天才かもしれん。追撃じゃん。追撃の例、追撃だけ考えて、天使倒して防御力、敵の攻撃力上げて、これで敵の攻撃力上がります。追撃はボスヒッチで飛びます。そこで反撃をもらいます。カウンターキラーもらいます。SS 入ります。よっしゃ！超感想気持ちいい！お前たち100点だ。100点くれた！ありがとう！ご視聴ありがとうございました。気持ちよかった。バイバイ。